はい、はい、今チャタンに来てます。チャタンに遊びに来てます。なんとこんなしばらく来ないうちに、っていうか夜だから違うのかな、うん、こんな感じになっていたというね。えあのイビサの西海岸のビーチを思い出したよ。海もこんな感じでね、この感じは意外と知らなかったっていうか、私もしばらくぶりに来たら、こんな風に変わってて、変わってたね、夜はこうだったのかな、前から。夜は前からこうだったのかな。いや、ちょっと違った。違った。うん。こっち。内箱コーヒー前、うん。こっち見てみようかな。そうだ。ね、あの、ひろえさんの個展にね。今日ちょうどね、見に行ってきたんだよね。うん、このすぐそばに、なんてお店だっけ、お土産物屋さんの、クロス R だったかな、うん、後で貼っといたらいいよね。とても素敵だった、ひろえさんの絵がね。ねえ、うん、でその絵もすごくね、あのセンスよくてね、うん、お店自体もセンスよくて、お店良かったね、うん、その中にね、うん、飾ってあるとさ、とてもなんかそのセンスの良さが引き立つっていうかさ、なんか見たことない商品ばっかりだったね、ちょっと驚きに。ぜひ皆さん行ってみてください。あ、そしてコトリンも探してみてください。コトリン売ってたね。コトリン売ってた。あ、今なんか通知来ちゃったけど、ビーってなっちゃったかな。こんな素敵なチャタンにぜひ。